さて、それでは皆さんおはようございます。また始めたいと思います。私も大体毎晩、夜寝る前に何かしら本を読んで、寝てるんですけど、今回ちょっとこんなような本を持ってきて読みました。これはあの日本の、江戸時代の人ですが、その杉田玄白という人が書きました。その蘭学杉田玄白という人でね、これ蘭学ことはじめという、そういう本であります。これは今持ってきたのはこの日本の岩波文庫というやつで、こういう日本はね、なんとか文庫っていうようなやつがいっぱいあって、非常に安い値段でいろんなものが見られますですね。これなんか僕はまた古本屋さんで買ったからもっと安いんだけど、ちゃんとした本屋さんで買ってもこれ1冊500円っていうぐらいですから、コーヒー1杯今そのぐらいしちゃいますのでね、コーヒー1杯飲むぐらいでこういうものが買えるということではあります。私古本これ310円で買ってるんでもっと安いというね、もんですけど、この蘭学ことはじめ、この杉田玄白という人は、この蘭学というのは、この蘭はオランダの蘭ですね。フーランの蘭。オランダの学問ということなんですが、この杉田玄白という人はお医者さんだったんですね、この人はね。それで、そのオランダ人というか、ヨーロッパのその医学の本、特にその解剖、人間の体のその解剖図というのを見て、大変感動するんですね。それで、その自分はその本をなんとかこうに日本語にというか、翻訳しようということを思い立つわけです。で、それで、その結果、これは「解体新書」というね、本が、これは1777年という年に、ごめんなさい、1774年という年に、刊行されるわけです。で、これはオランダの医学書で、これは、なんていうか、その解体新書の中に、こういう署名の本を訳したんだと書いてあるので、実際にどうもそういう本があるわけじゃないんですが、日本では、これはそのターヘル・アナトミアという、本ということでね、このアナトミアというのは、要するに解剖のことで、それからこうターヘルっていうのが、要するにその図のことだっていうんですね。だから要するに解剖図という、人体解剖図という、そういう、もともとあった本を、解体新書ということで翻訳をしたわけです。それでこれはこの蘭学ことはじめというのは、この杉田玄白が、この解体新書を翻訳した後で、もう年を取ってからですね、自分がその解体新書を翻訳し、それから日本におけるこの蘭学というものの歴史、それをずっとこう語った本なんですね。自分の一種の回想録みたいなもんです。で、この「ターヘル・アナトミア」という、そのオランダ語で書いてあるこの本を、これは図と解剖図ですからね、こう図があって、そこに、オランダ語の解説というか、そのものの名前がこう書いてあるわけです。例えば、心臓なら心臓の絵があって、でそこにこうオランダ語でこう書いてある。でそれを自分たちが読めるようにこう置き換えようという、翻訳しようという、そういう話ですね。で、ところが、
まあ、この杉田玄白自身はもともとそのオランダ語ができたわけではないので、そのオランダ語で書いてある本をこう手に入れてもですね、全くわからない、そこからこう始めるわけですね。まあ、我々もよく全くわからない言葉の本、本とか新聞とかね、手に入れても本当に一言もわからないわけですよね。というか、まあ大体彼らの場合、そのアルファベットだってわかんないわけですから、まあ、そこからこう始めてね。だけどやっぱり、その西洋の医学というのがなかなか優れているということを考えて、その翻訳を思い立つわけです。で、そもそも、これはまあ日本の江戸時代の話になりますけれど、日本では大体まあ16、17世紀ぐらいですね。まあ、江戸時代の前から江戸時代の初めぐらいの時期にかけて、まあ、ヨーロッパからそのキリスト教の宣教師がやってきますね。で、そしてまあ日本で、そのキリスト教の布教をする。で、まあ、これは主として、まあ、キリスト教といっても、まあ、これはカトリックですね。カトリックっていうのは、天中チアオ、チートゥチアオではなくて天中チアオで、そのカトリックの、まあ、キリスト教が大変日本で、まあ、信者を得るわけですけれども、これが大体、まあ、秀吉の時代から、まあ、江戸時代の初めにかけて、まあ、いわばこのキリスト教徒っていうか、そのカトリック教徒の、まあ、反乱のようなものが起こるわけですね。反乱、まあ、要するに、そのキリスト教徒が、その政府に対してこう反抗をするという、まあ、そういうことがいくつかも起こります。で、まあ、それが、まあ、それだけではないと思うんですけれど、さらに中国情勢っていうのもあると思うんですが、日本は江戸時代の初めに、まあ、この鎖国というのをするようになります。で、鎖国はするんですが、まあ、長崎というところを通してですね、鎖国といっても、まあ、完全に、まあ、まず鎖国というのの内容は、まず一つは、その日本人は絶対海外行っちゃいけないということなんですね、一つはね。で、それから、外国の船が来るわけだけど、それについては、極めてこう厳しく制限をすると。で、長崎という、まあ、九州の一番西のところにありますが、その長崎の港にだけしか、その外国の船は来ることができない。それで、その来るのも、まあ、中国とですね、それからオランダ、の船に限るというわけです。で、これは、オランダは、いわゆる新教のプロテスタントの国でありますので、まあ、要するに天中チアオの国ではないので、まあ、あんまりその日本では布教をしないということでですね。それで、まあ、そういう布教活動は絶対しないんだということで、まあ、そのオランダは日本に、まあ、来るわけです。で、例えばですから、この「蘭学ことはじめ」というような本を見るとですね、大体この当時の人たちにとって、まあ、つまり、こう横文字の本、まあ、もうこれはもうどんな内容のものであれ、西洋のものというのは、まあ、やっぱりこの鎖国政策というのがありますから、基本的には何というか禁止というほどではないにしても歓迎されないものであったんだと思うんですね。で、ですから、その杉田玄白が書いているのは、やっぱりこう横文字の本を読むなんていう、もうそのこと自体が、かなりこう人から、なんか冷たい目で、見られるようなことであったというわけです。で、まあ、ただ、これはあくまでもそのキリスト教のことではなくて、医学の話ですから、まあ、これは人の役にも立つだろうということで、まあ、幕府やなんかも、そんなにお咎めることはなく、まあ、翻訳ができたということなんですね。で、それから、この当時の、ですから、まあ、この杉田玄白たちも、まあ、オランダ語というものを、まあ、勉強するというか、やるところから始めるわけですけど、
この当時、要するに長崎にこう外国人が来てたわけですね。中国の人が来て、それからオランダ人が来るわけですが、そうするとその彼らと話ができないといけませんね。これはどうしてもね。で、そういう、通訳っていうのがいたわけです。で、これは後でまた江戸文学の話にも大変関わるんですけど、そういう中国語の通訳っていうのは唐通詞と言ったんですね。唐通詞、これがその中国語のいわゆる江戸時代で、本当の中国語が喋れた人っていうのは、この唐通詞なんだな。で、それから、オランダ通詞、通詞って言うんだね、これね。オランダ通詞というのがいまして、で、オランダ語の話ができるという人が、一応長崎にはいたわけです。で、ただこの蘭学事始めなどを見ますと、この彼らっていうのは要するにオランダ語が喋れるという、それだけだったっていうんですね。で、つまりその大体本を読むっていうようなことは、ある意味では幕府の御禁制、禁止されている、禁止というか、喜ばれないわけですから、そのオランダ語の本をこう買ってきて、で、それをこう読もうというような人たちではないわけですね。これは要するにそういうもう本当に日常的な会話、あるいは多少その貿易等々に関する会話ができるということで、要するにその学問をしようというような人はいなかったということなんですね。で、それをこの杉田玄白たちはまずは医学ということで、その医学書のヨーロッパの医学書を翻訳したというわけです。で、この翻訳なんですけれども、これはなんとですね、なんと申しましょうか、その彼らは、この「解体新書」これをこう訳したとこう言ってるんですけれど、これ日本語に訳したと言えるのかどうか僕は私はよくわからないんですが、要するにこれ漢文なんです、この本が。この「解体新書」は全部漢文で書かれてます。かななんていうのは一つもない。で、今ですね、ちょっとこれはインターネットみたいなところでコピーしてきたんですが、その「解体新書」の本のその扉の部分ですね。で、これはなんとなくヨーロッパ風の、絵になってるわけですが、その右側にこう序文があってね、それで、これはもう完全に漢文なんですね。で、要するに杉田玄白たちが、このオランダ語の本を訳したって言ってんですけど、これを何に訳したかっていうと、要するに漢文なんですね。で、その絵に全部、その例えば心臓なら、心臓という、つまり名前をつけていくわけですけど、それも全部漢字、いわゆるかな文字っていうのは一つもないんだね。で、そういう状況であります。で、この「解体新書」じゃないや、「蘭学事始め」の中で、その杉田玄白がですね、つまりその全くゼロから何にもこの言葉もわからないところから、こういうものの翻訳をしたということなんですけれど、これが意外に早く、彼にすればですね、つまり本当だったら何十年もかかるはずのところが意外に早くできたっていうわけです。で、それはなぜかっていうことで、理由を挙げてるんですが、これはですね、その部分をこう引用しますと、漢文、漢学にて、人の知見、平けし、後に、いでたる。ゆえ、書く、速やかなりしかと、
こういうふうに、書いてる一節があるんですね。その漢学にて、人の知見ひらけしのちにいでたるゆえ、このゆえのえという字はこの読むときはえなんですけど、この昔この、和行のえというのがありましてね、そのえなんですね。ゆえ書く速やかなりしかという、そういうことで、彼もやっぱりもともと漢学をやっていたと、漢学というものが日本にあって、でお医者さんは何をするかっていうと、要するに漢文の本を読むわけですよね。でその漢学というものがあって、もうその人の知見、知識と文献知識というものが開けていて、基礎があって、その後にこうやったから、つまりこの漢学をやったから書く速やかなりしかと、これほど早くできたんだろうかとこう言ってるんですけど、多分まさにこの通りだと思うんですね。要するに、この当時、この医学というもの、これも漢学というものがなかったら、多分こう他の学問はおそらく成立しなかったということだと思います。で、そもそも江戸時代にですね、日本で、いわゆる学問というのが大体3種類、あったって言われてますね。でこれは漢学、それから国学というのがあって、それから蘭学です。でこの3つなんですね。で、今ごめんなさい、じゃあこれいいかな。その先ほどのですね、実はちょっとあれなんですが、杉田玄白という人が、この人がですね、1733年に生まれて1817年に亡くなっているという、こういう人ですね。江戸時代、1867年ぐらいまでありますので、江戸時代の半ばからだいたい後半ぐらいにかけての人ということですね。で、この杉田玄白がある意味この蘭学の最初の頃の人ということなんですけど、国学といいますとね、日本の国学っていいますと、もちろんそれ以前にいろいろな学者がいなかったわけではないと思うんですが、大体この日本の国学というものを本当に学問的にこう完成させたと言われているのが元折宣長という人ですね。これね、元折というんですね。宣長です。元折宣長という人がおります。でこの元折宣長もですね、実はこれ今回調べてよくわかるんですが、1730年の生まれなんですね。で1801年まで、杉田玄白の方が長生きですけど、だいたいつまり、この18世紀、1700何年代の後半ぐらいですね、彼らがだいたい大きくなってね、でつまり18世紀の後半ぐらいの時期に、この日本における国学というやつも、それから蘭学というやつも、初めてこう形を成してる、いうわけなんですね。でこれはもうほとんど江戸時代のもう後半と言っていい時期なので、要するにそのぐらいになって、この漢学、国学、蘭学とこう、いろいろ3つ揃うのであってですね、それ以前はもう徹底して漢学なんですね。もう要するにみんな漢学であります。それでこの元折宣長は、日本の古典を本格的にこうきちんと研究したということで、有名な人なんですけれども、例えばこの元折宣長の、
まあ、一番重要な書物っていうのが、古事記伝という古事記伝という、まあ、そういう書物ですね。これはあの日本の、まあ、一番古い、まあ、ある意味歴史書になりますけど、その古事記という本があって、でその古事記の、まあ、非常に詳しい注釈を、まあ、つけたわけです。で、これは国学の、もちろんこれはまあ日本語で書かれている書物なんですけれど、この署名ですね、この古事記伝のこの伝という字であります。でこれはあの要するに、春秋左氏伝、とかあの諸教の、公安国伝とかというあの伝なんですね。あのまあ というような時のこの伝であって、まあ、要するにその継承の、その注釈、それを伝というわけです。ですから、この本居宣長の、この古事記伝というこの署名自体がですね、特にこの伝という言葉の使い方一つを見ても、もうこれは全くの漢学というか、中国の、文字なわけですね、あの言い方なわけです。これをやっぱり日本語で言う、僕もちょっと考えたんですけどね、日本語で言うとなんか難しいですよね。古事記わかるとかね、なんか解説だって、解説って言っちゃったってもうそれはすでに漢字ですからね。ですから本当に和語でもって、なんかそれをこう説明するのっていうのは本当に難しいんだっていうことがよくわかります。あのいかに漢字というものが便利なものかということがね、古事記早わかりとかね、早わかりじゃないんですけどね、もっと古事記詳しくわかるとかなんかそういうことになってしまうので、これやっぱり伝といえばバシッと収まるわけですよね。これは古事記の注釈であるということがスパッとわかるわけで、もちろんあの本居宣長自身も彼も、若い頃はちゃんと漢学をびっちりやった人なんですね。でそういう基礎があって、そこから、まあ、ある日ある時、まあ、その自分は日本の古典を研究しようということで、研究したのであって、まあ、いわばその学問的な基礎はもう全部漢学なわけです。でということで、まあ、漢学国学蘭学っていうふうに江戸時代の学問っていうふうによく言われますけど、実は国学蘭学っていうのは、まあ、本当にそれが成立したのは江戸時代もかなり後のことであるし、つまりそれ以前はまあこの漢学がですね、つまりそれ以前はもう漢学以外に学問っていうものはないし、あるいはまたその蘭学といってもね、オランダ語の本を読むんだけど今のその解体新書みたいに、訳した結果は漢文になるとかね、そういう具合に要するにみんな漢文なんですね、そういうわけであります。だから特にこう学問というようなことになると、もう漢文以外はこう考えられないという、まあ、そういう世界だったっていうことだと思うんですね。まあ、ちょうど昔のヨーロッパで、古い時代にはまあ、フランスでもドイツでももう学問的な本はみんなラテン語というのでね、書きますですよね。フランス語とか、ドイツ語とかで、書いた書物っていうのは比較的新しいものなわけですけど、それと同じようなもんでね、要するにもうどういう内容のことをやってもみんな漢文であるという、まあ、そういう感じだったんだと思います。まあ、そういうことなので、江戸時代の人たちはまあみんな漢文を学んだと、そしてその漢文っていうのはだから決して、杉田玄白が中国語を話せたわけではないので、いわゆる漢文訓読で勉強していたということ、ですから漢文訓読を勉強しましょうという、まあ、最後はそこの話になるんですけども、まあ要するに当時の人にとってはそういうことだったんだね。でこれ実は今さっき書きました、この
蘭学こと葉、これね、どうぞ皆さん、お回しください。この蘭学ことはじめという本がね、すごく有名な本なんですよね。で、もちろん、その杉田玄白が最初にこう蘭学をやった本であるということで、まあ、とっても有名な本ですけど、実はその一番最初にこの蘭学ことはじめという本が、世の中にこう知られるようになったっていうかね、つまりまあ昔の本ですから、大体その杉田玄白、まあ、これはその大槻元託という人がまあまとめたわけなんですけど、その最初に本ができた時には写本ですね、つまり手書きの本しかないわけです。で、それをまあ例えば昔の話ですからどうしても読みたいと思えばその写本を借りてきてこう写すわけだよね。で、それをまた他の人が読みたくなってっていうんでこう写本がどんどんまあ増えていくっていうことでまあ伝わることがまあ最初なわけですけれども、これが最初にまあいわば印刷されて出たのは明治時代になってからのことなんですね。で、これを一番最初にまあいわばこの本の価値っていうかな、それを見つけて、それで、これを印刷したのがですね、実はそのかの有名な、福沢諭吉という人だった。福沢諭吉というね、これはまあ福沢ですね。まあ福沢諭吉もまあ後年は彼は最初蘭学をやりますけど、実はもう19世紀1800年代になると、もうオランダの学問は古いと、これ英学をやらなきゃいけない、イギリスの学問をやらなきゃいけないということで、まあ、彼はその後に蘭学から英学にね、移るわけなんですけれど、やっぱりその福沢がこう全く、つまりこう横文字の文章なんていうのが全然読めなかった時代にこう初めて、それをこう読んで翻訳をしたという、このやっぱり杉田玄白たちの努力っていうものに非常に感激してですね、それでその蘭学ことはじめをまあ印刷したっていう、どうもそういうことのようです。今この蘭学ことはじめはですね、まあこういう形で文庫本みたいなものにもなってるし、こういう非常に読みやすいテキストがたくさん出てます。念のために、台湾大学の図書館の、検索でですね、「蘭学ことはじめ」って「蘭学CC」ってこう入れて検索するとですね、もうたくさん出てきます。本当にたくさん出てきます。特に5階の全本室に日本で明治時代ぐらいに出たようなテキストまであります。ということで見るのは簡単なんですけど、実は今、日本の国立国会図書館っていうところで、こういう古い、まあ何て言うんですかね、要するに著作権が切れてる、本をどんどんこうデジタル化して、公開してますですね。デジタルライブラリーっていうんですけどね、デジタルライブラリーというのがあって、でそこに実はこの明治23年に出た、この「蘭学ことはじめ」っていうのが収められていて、まあ、これはだからもう本当にネット上でただで読めるというやつですね。で、ただし、これ皆さんぜひ見てみていただくと面白いんですけれど、なかなか読みにくいと思います。というのは、まあ、漢字は全然問題ないんだけど、このひらがなの部分がですね、全然今と違う、こう見かけないひらがながいっぱい使われてるんだね。で、これ変体仮名といって、今変体ってその頃の人は変体とは思ってなかったと思うけど、今のあいうえおとはちょっと違うその仮名で変体仮名っていうんだね。これがいっぱい出てきます。で、まあだからこれ
これもですね、もう本当に今、なんかコンピューターって便利だね。Google かなんかで、この変態仮名ってこう4文字入れて、検索するとですね、そのウィキペディアかな、とにかく変態仮名っていうのが出てきて、それで、そのいわば対照表みたいなやつね、これはこう読むんですよっていうのが全部出てきます。ですから、その表をこう片っぽに置きながら、その福沢じゃないや、その蘭学ことはじめの仮名なんていうのを読めば、それで読めるっていうわけだね。なかなか大変ですけどね。これは翔さんがだいぶ苦労したよね。それで、来週ですね、実は、来週ぐらいからその江戸時代の漢学っていうか、本格的な中身に入っていきたいと思うんですけど、来週ちょっと、これ後でまた林さんに、システムの中に入れてもらいますが、ちょっと江戸時代のですね、この本を来週読んでみたいと思うんだね。で、これ完全にその変態仮名なんで、相当苦労すると思うんですが、ちょっとこれをやってみたいと思います。僕も分かんないとこあるんで、翔さんに聞きますからね、しっかり読んできてくださいね。まあそんな感じで、あります。こちらの翔さんは東大で私のところの学生だったんですけど、この江戸時代の、つまりその中国の戯曲が江戸時代の日本にまあどう受け入れられたかっていう研究をしたので、これ江戸時代のものを読まなきゃいけなかったんだね。で、そのためにこういう今我々は簡単に読めないこの崩し字を一生懸命読んで、それを読めるようになったので、これはまあ翔さんにすればこんなのは簡単なもんだと思いますので。 よろしくお願いしますという話で、これだ。それでちょっと後でまた最後にも申しますが、「経典予詩」っていう本なんだよね。これ中国の古典を仮名で説明してる本なんだよね。こういうのが江戸時代にすごい流行ったらしいんです。で、これを実際に来週読んでみようと思うので、来週これ絶対プリントアウトして持ってきてね。これないと多分来週つまんないよということになっちゃいますので、よろしくお願いしたいと思います。これまた後で申します。ということで、なんかだいぶ、あれ、時間が経ってしまいましたが、この間の、宿題の答え合わせを少しやりましょう。ちょっとこう時間を見ながらやらなきゃいけないっていう感じだけどね。返り点と送り仮名をつけなさいという問題がありますね。これはどうしようかな。あんまりこればっかりやってると時間がなくなってしまう恐れがあるんで、少しこう簡単にと思いますが、まあ最初のやつぐらい。これは本当は後へこう続くわけですけど、ここの3文字に関しては、いかがでしょうかね。じゃあこれちょっと「返り点送り仮名」というのをつけてみていただけるかな。これなんか色のついたのがあるんだよね。これあんまり綺麗じゃないか、白でいいか。じゃあこれですいません、やってみてください。そうですね。本当はまあ後へ続くので、ここ「するや」、まあその「泣く」や「悲し」とこうつながりますけど、鳥の、まずはこの「の」が、送り仮名として振られます。それでこの字がこの間やりましたいわゆる催読文字というやつですので、まさに何々せんとすというふうになる。まさにしせんとするやと。だからここはまさにせんとすと、こうまさにとすと2回読んでるわけですね。で、2回読むからここに一応折れ点をつけて、まさに何せんとするやと、こうまあ要するに振ってると。で、その泣くや悲しとこうなるわけです。
あとはまあ同じようなところだと思いますので、ちょっと送り仮名の問題は、皆さん、これまた後でリンさんに、あそこのシステムの中に入れといてもらいますので、自分で答え合わせをしておいてください。一応そのちょっとですね、読むのはまた例によって、読んでみましょう。これはそれじゃあ、最初のやつはね、じゃあ私があるけど、ちょっとついて読んでみてくださいね。鳥のまさに視線とするや、その鳴くや悲し。そうだね。それからその次が、蝶まさに縁を打たんとす。この知恵という字はね、これも再読文字で、まさになんですね。蝶まさに縁を打たんとす。そのファンもまさにで、今まさに来たらんとす。今まさに来たらんとす。ね。それから、我まさに漢中に王たるべし。そうですね。それから、まさに故郷のことを知るべしと。そうですね。これもみんなまさに何々すべしという、再読文字でした。次のやつも同じような問題なんですけど、これはじゃあ読んでみてください。カウントは書いてもらわなきゃいけないんだけどね、ちょっと時間 孔子だね。孔子様ね、孔子。とすだよ。とすね。まさに何々とすだからね。いいですね。孔子周に行き、まさに礼を老子に問わんとすと。ね。じゃあこれも一応読みましょうかね。孔子周に行き。まさに礼を老子に問わんとす。それで、ここのところは、2度目、これを書き下し文にしろという場合に、一番最初の「まさに」は「まさに」とこう書くわけですね。それで、礼を孔子に、問わんとすという、この2度目に読んでる「す」はもうこれは仮名にしてしまっていいと。漢字で書かなくていいということですね。こんな感じになると思います。これはね、有名な話だよね。これは子規の、老子の伝記ですね。それからその次は、読んでも俺がちょっとダメだ いや、読んで 気づか、必ず、そうですね、いいですね。気づかざればとこうなって、で、必ずまさに問うあらんとすと読みますね。必ずまさに問うあらんとす言うんですね。これ家の周りにね、こうちゃんとしたこう囲いをつけないと、きっと泥棒が入ってきますよという、そういうやつでね、この「ブーチュー」って「気づかざれば」って、この2字だけで、気づかなかったらという、一種のこう前提というかね、仮定のような言い方になるわけですよね。で、これは出典は韓非子、韓非子、韓非子の中にあるって言うんですね。それでその韓非子の、このなんとか編というのにあるんだけど、これは何ですかね、劉さん、これ中国語で何て読む？韓非子の、首位だよ。首位なんね。で、これ、これは要するに、この場合の説というか、この字は
周という中国語の音もあるけど、周囲という音もあるでしょ。それで、この場合は要するにその酔う周囲の、だから、この場合は絶対に酔う周囲というじゃない。で、その酔う周囲なんですね。要するに難しいことを解くということで、そういう内容の話なんですよね。で、これはまあその例え話で、これはですから、まあ今までにも何か出てきたと思うけど、つまり中国語で周王なんじゃなくて周囲なんというふうに読んでるんで、これはだから日本語の音でも当然違うわけだね。この場合はだからこれ韓非子の何編って、日本語で読むとしたら何編になるの？普通だったら、まあつまり庶民なんかだったらさ、これは説明だろ。だけどこの字は何て読む？言う税と読むんだよね。つまり政治家なんかがこういろんなところへ行って演説したりするの、遊説って言いますよね。その遊説なんだ。だからこの場合は、韓非子の編名の場合は、これは税難編なんですね。まあそういうふうに、まあなんていうかね、中国語の元の音が違うんだから、当然といえば当然なんですけど、日本語の読み方も変わってくると。だからこれを「摂南編」と読むとね、これは間違いだってことになるわけですよね。これはまあちょっとついでに、それから、その次は、その次はじゃあ前へ来ようか。酒を引きて、そうですね、飲まんとすと、酒を引きてまさにこれを飲まんとすと。この知恵という字もまさにですからね。酒を引きてまさにこれを飲まんとす。じゃあこれも読んでみましょうか。酒を引きてまさにこれを飲まんとす。この部分、これは何の話だか覚えてる？因中知恵、因知って。これなんか日本の漢文の教科書にもよく出てる文章なんだよね。これ、有名な、この話、小通っていう言葉があるでしょ。で、これはなんか要するに誰か、ご主人がその家の召使いたちになんかお酒をくれるんだね。で、だけどそんなに量が多くないんで、みんなでその誰か一人がしか飲めないと。で、最初にこう、なんでそんなことをするのかっていうのは僕は疑問なんだけど、最初にこう蛇を描いた人が飲むという競争をしたっていうのね。なんで蛇を描くんでしょうね。そういうゲームみたいなのが昔あったんでしょうか。まあそれはちょっと分かんないんですが、で、とにかくそのある人が「描いた描いた」って言って、できたって言って、最初にそれでこう、で、酒を引きてまさに飲まんとしたんだね。で、それで、それをしながら、俺はもっとできるって言って足をかいちゃったと。で、そしたらその他の人が、そのお酒を奪ってね、で、蛇には足がないんだから、これは蛇じゃないって言って、こう最初にできた人が飲んだという、まあそういう話ですけど、そのやつなんだね。これ因中知恵因知ってのはね。はい、これもこれは戦国策でしたかね。ジャンクオツ、戦国策っていうやつの中に出てくる話なんだね。まあこういうのみんな例え話ですよね、こう昔のね。それこそそういう遊説をして歩いた人たちが、そのそれぞれの国の、まあ、王様をこう説得するためにいろいろこういう分かりやすい話を、まあ、したというわけでしょうね。はい、それじゃあその次は、じゃあその次読んでみてください。ああってやつね。のごとくだよ。
ごとくなる。まさに核のごとくなる。うん、べし。そうですね。はいはい。大丈夫、まさに核のごとくなるべしと。大丈夫、まさに核のごとくなるべしというね。これはよろしいですかね。じゃあこれも読んでみましょうか。大丈夫、はい、まさに核のごとくなるべしと。これもね、有名な話ですよね。あの式の中でね、あの項羽が、ごめんなさい、これはあの劉邦の言葉ですね。あの、秦の始皇帝を見てね、それで、その項羽の方は、私があの人に代わろうって言ったんだね、でそんなこと言うと殺されるよって言って危なかったんだけど、劉邦は、大丈夫ってのはこうすごいもんだなと、核あるべきだなとこうため息をついたという、まあ、その2人の話ですね。はい、それじゃあ、そろそろ時間になっちゃうね。その後はじゃあまあ大体、やれば分かるだろうと思うんですが、じゃあもう一つだけやりますかね。この薬を服せばっていうね、じゃあ一応私が読んでしまいますので後でついて読んでください。この薬を服せば、必ず吐き、某日まさに言うべし。うん、そうですね、すぐに、治るだろうと、まあ、そういうふうに言っているわけですね。でずっとね、いろいろこう見ていくと、なんていうか、大体ある程度こうなんか出典みたいなものがね、こうみんなわかるんですけれど、ちょっとこの後半の方のこの1番の4番っていうのがあってね、それで、こう慶帝ですね、春帝、慶帝なおこの線のごときなりという、まあそういうふうに読みますわね。慶帝なおこの線のごときなり、兄弟というのはまあこの矢のようなものであるとね、兄弟というのはこの矢のようなものであるっていうんだけど、これって何の話だろうね。そうそう、多分これなんか有名な、なんか三本矢の教えっていう話があって、でこれはいやただね、ちょっとまあよくわかんないんですけどね、もうまだ調査中なんですけど、日本でね、これはなんか似た話はなんか世界中にあるらしいんだね。なんかイソップとかなんかにもあるっていう話なんですけど、その三本矢の教えっていう、有名な話があって、これは日本では毛利元就という元就と読むんですね、これね。毛利元就の物語として伝わっている話だよね。これは毛利元就はまあ戦国時代の、まあ今のそれこそ山口県あたりの人でね、今その安倍さんという人が首相をやっていて、アベノミクスとかいうなんかやっていて、それがその三本の矢だっていうんですけどね。その安倍さんは、これ毛利さんはまあ長州の人ですけど、安倍さんも長州の人でね、だからなんか三本の矢っていうのはだいたいそこら辺から思いついてんじゃないかっていう、こうつながりがあるんですけどね。それはまあ毛利元就がその自分の子供が3人兄弟がね、こう仲良くやってくれという教えですね。こう矢を一本だけ折ってみろっていうと、こうバキッと折れるわけです。だけど3本まとめてこう折ってみろっていうとなかなか折れないと。だからその3人力を合わせれば強くなるんだという、まあそういう教えですね、これはね。でそれからですね、これ毛利元就っていうんですよね。でこの治癒という、この周という字がなんでこれ成って読むのかっていうのは不思議でしょ。でこれまあなんていうんですかね、日本で
昔からそのやっぱり漢文の研究をして、連文っていう考え方があるんだね。で、要するにこの週だけだと1字なんだけれども、これ2字の熟語にする。で、要するにこれチョンチュウという成就という言葉があるでしょ、ね、で、これはチョンもチュウも要するに同じような意味なわけですよ、ね、で、チョンの方はこれはもう間違いなくなるですよね。だからそれで普通はこっちはつくっていうふうに訓があるんだけどね。だけど成就というふうに一字を二字にして、でそうするとこっちの方の意味が同じ意味になるんだっていう考え方があって、まあそうなるわけですね。でそれでこうなりというふうにね読んでいるという、まあ、そういうことです。だからこの漢文訓読っていうか中国語の文章を理解するのに、まあこの一字だけで出てきてもその一字を含む同じ意味の二字とかね、まあ四字とかの熟語っていうものにしてみると分かりやすくなるっていうことがありますね。それで今の兄弟はこの矢のごとしっていうやつがこれ漢文だからね、これ何に出てくるんだろうと思っていろいろ探してるんですけど、なんとなく可能性としてね、なんだろう、何に出てきそうですかね。これこういう漢文で毛利元就の話が出てくるなんて言ったら、これは実は江戸時代のやっぱりものすごいベストセラーで、来山陽という人が、この人もまあ幕末の人ですけどね、日本外史っていう、日本外史という本を書いたんだね。これはまあ、外史っていうのはまああれなんですけど、要するに日本の本来の歴史はまあ天皇家の歴史であるわけだと思うんですけど、これはその武士の歴史を書いたんだね。源氏と平家以来のね、その武家の歴史を、しかもまあこれはもちろん漢文で書いてる、これもちょっと読んでみようかと思ってるテキストの一つなんですけどね、なんかこれなんかにその毛利元就の物語としてなんかこう三本矢の話があって、で兄弟はなおこの矢のごとしってこう出てきたらいいなと思って見てみたんですけど、ないんだねこれがね。だからどっか別のものらしいんですけど、まあついでにこういうものがあるということだけご紹介しておきます。それでは時間も過ぎてしまったので、この宿題に関しては後でまたこれはもう林さんに貼り付けておいてもらいますので、自分で答え合わせというか見てください。それじゃあちょっと休みを取りましょう。どうもありがとうございました。それでは後半の授業に入ってまいりたいと思います。今日はもう本当にその漢文の訓読法の一番最後ということで簡単にやっていきたいと思いますが、いわゆる漢文の句法という、まあ、句形ですかね、句形という、問題です。でこれは漢文の、まあ、ちょうどこの間持ってまいりましたような、漢文のその参考書というようなものを見ると、これも実にたくさんあるんですね。例えば否定の場合の言い方とか、それからその詩益の場合、受け身の場合、疑問反語なんていうのがこうたくさんあって、これはもうそれぞれの例えば本当に否定というところだけを見ても実際いろんな言い方が出てくるので、もうこれはとても全部はやりません、大事なところだけお話しますので、お話しいたします。で、まあ、打ち消し、まずは否定ですね、なんとかではないという言い方をする場合ですけれども、これはまず一番よく出てくるのはこのプーという言い方ですね。でこれは何々ならずというふうに、まあ、読むという、この言い方です。それで注意していただきたいのは、まあ、この「ふ」という字の場合は
書き下しをした時に、必ず何々ずというふうに、まあ、つまり仮で書くということですね、こういうふうに何々ふとはこうならないということであります。で、あとは何々なし、何々なしという、まあこう「う」「何々」という言い方がありますよね。何々なし、なし、この「なし」の場合はこれは訓読の仕方によって、漢字で書いている場合もあるし、もうこれをひらがなにしてしまっている場合もあるし、まあ、両方見かけます。だからここはまあ「ふ」のようにね、「ふ」はもうこれはこっちを書いたらある意味間違いなんだけど、まあ「う」の場合はね、「む」の場合は両方あります。それからあとこの「フェイ」ですね、「ひ」「なんとかにあらず」と、これは「あらず」というふうにまあ読むわけですね。何々にあらず、これがまあ大体まあ、中国語、まあ、中国語のってことになりますけど、その漢文でいわゆる単純な否定、何とかではない、何々がない、何々ではないという、まあ、そういう打消しの否定の普通のまあ言い方ということになります。それで、この後まあ句法はいろいろもうちょっと細かいところに入ってくるわけですけど、この否定形にもいろいろあるっていうわけですね。で、まあ、ちょっと出てくるのはいわゆる部分否定、部分否定と全部否定なんていうような言い方をすることがありますが、例えば、このブーピーという言い方ですね、でこれは必ずしも何々ならずと、これはまあ必ずしもですね、ずしもが送り仮名ということで、必ずしも何々せずというのは、これはですから何ていうのかな、絶対にそうであるとは限らないというね、必ずしも何であるとは限らない、つまり否定なんだけど全部否定してるわけではなくて、そうとは限らないこともありますよと、そうでないこともありますよという、まあ、一種の部分否定ということになります。でこれに対してまあいわば全部否定とか全体否定とかって言ってるのが P プーという形ですね。これはまあ必ず何々ならずというまあ言い方で、これは P プーであるとしたら、これは必ずもう絶対に何とかではないというね、もうそういうことがあり得る可能性はゼロという、必ず何々ではない、絶対に何々ではないという、その全体否定の言い方になります。だからまあこれはまあ中国語が分かってる人にはね、何でもない話なのかもしれないんだけど、まあ結局その我々はこう漢字がいっぱい並んでる文章を読むときに、こう「不筆」なんとかと出てきた、それからある場合には「筆」「不」なんとかと出てきた、でこれはやっぱりちゃんと意味が違うんだっていうことを、まあなんていうのかな、こう理解しようとしたわけですよね。必ず何々という場合は全体で、これは何て言うんでしょうね、この間も言いましたけど、中国語っていうのはまあちょうどこうなんか積み木というかね、ここにまあなんか動詞かなんかが何とかでないっていう、何とかしないっていう動詞かなんかが来るんだと思うんですけど、まあこう積み木を上に乗せてるというような感じだろうと思うんですけれど、この「負」という字がまあ言ってみれば、ここの下全体にこうかかるわけですね。この必ずという字がやっぱりここ全体にこうかかるというふうに考えればいいですよね。でそうすると
ここではプーっていうのは必ず何かを否定してるわけだけど、じゃあ何を否定してるのかっていうのは、絶対にこうなるという、絶対にこうなるっていうことを否定してるわけだね。だから絶対にそうなるとは限らないと、そうじゃない場合もあり得るんだっていう部分っていうことになるし、でこっちの方はこの P という字が結局何にかかってるかっていうと、この下にかかってるわけですね。何々でないということが P なんですね。必ずなんですね。だから絶対に何々ではないと、まあそういうふうになるというような形でこう考えていくと、まあ分かりやすいんでしょうという、まあことであります。それで、まあ、あと次に出てくるのが、二重否定っていうね、こういう場合です。本当に考えていればね、なんかプーピープーピーシェマシェマとかピープーシェマシェマ、こう中国語で考えてたらこんな間違いようないんですけどね。この辺は要するに中国語を知らないで漢文を読もうと思うと、やっぱりこういうことを考えないとその意味をちゃんと取り違えちゃうわけですね。ですから日本の参考書なんかでは、ここのまさしく何ですか、この語形句形に関する部分っていうのが非常にいっぱいあるわけですね、これはね。で二重否定はこれはまあ要するにウープーというようなやつですね。ウープーなんとか、でこれは読み方、だいたいこういうふうに訓点がつくと思いますけど、何々せざるせざるなしと、何々せざるなしというふうに読みます。あるいはこれ何々せざるはなしという読み方をすることもあります。それからまあ同じように、ウーフェイという言い方もありますよね。ごめん、間違えた。なんとかにあらざるはなし、あるいはあらざるなしというね、そういう言い方であります。これはまあ僕いつもなんかその昔漢文とか、まあ、中国語もそうなんですけど、教える時によくやっているのは、要するにこの否定っていうことはね、打ち消しっていうことは算数数学で言えば要するにマイナスをかけるっていうことを考えるといいと思うんですね。かけるマイナスだから、その1かけるマイナス1っていうのはマイナス1になりますけど、要するにその否定っていうのはこうマイナスにすることだと考えればいいですよね。マイナスっていうのはまあそうじゃないという意味でね。それでだから例えば、この「負」という字が、まあ、一つある場合、これはまあ一つのマイナスであるとしたら、これはこの下の部分が、マイナスになってると、この逆になってる、つまり否定されてるということなわけですね。でこの例えば「ウーフェイ」なんていうような言葉を考えた時に、ウーフェイなんとかってこう来るわけなんですけど、まずここの部分を考えると、こうなんとかにあらずっていうことだから、なんとかではない、こう否定されてるわけですね。でさらにその上にまた無が来ると、なんとかでないことはないとこうなって、要するにマイナスが2つつくわけですよね。とこれは数学でやったと思うけど、マイナスかけるマイナスはプラスになるじゃないですか。ね、でつまり何とかでないことはないんだから、結局意味としては、意味としてはですね、これがないのと同じことなんですね、方向としてはね。もちろんただこれだけ言うのと「ウーフェイ」っていう言葉を使うのでは意味はニュアンスは絶対変わってくると思います。やっぱり多分「ウーフェイ」って言った方が強いっていうかね、表現としては強くなると思うんだけど、言ってることはこっちのないのと同じことなんだよね。でつまり例えば
天下ウーフェイワントゥという言い方がこうあるとしますわね。でそうするとこれは天下王土にあらざるはなしと、天下王土にあらざるはなしというふうにまあ読みますわね。これね、天下、この天下というものがまあ王の土地で、ないものはないということになるんだけど、結局これ意味はね、あのフェイはこれマイナスで、ウーっていうのマイナスですから、ね、マイナスマイナスで結局これはプラスになっちゃって何にもないと、要するに天使はワントゥーだという、まあ、それと同じことになるわけですね、結局ね、あの意味としてはね。ですからあの二重否定って言ってますけど、まあ、要するにそういうことなんですね。あのただし意味は強めになりますよね。もちろん天使はワントゥーっていうのと天使はウーフェイワントゥーっていうのとね、こうやっぱりウーフェイが入るとそうじゃないものはないっていうものすごくあの強い意味になるわけだと思うんですけど、まあ、その辺の違いはあるけどね、意味は意味っていうか方向はあのティエンシアはワントゥーだということになります。だからこのマイナスマイナスでプラスになるという否定っていうのはそういうふうに考えるといいと思います。反語もそうなんだね、後でやりますけどね。はい、それからまああとはもう本当にね、なんかこれ一応その読み方として、覚えておいていただければいいっていう部分だと思いますね。プープークープー、何々せざるべからずと、この場合この「く」という「か」という字も大体はかなにしてしまいますので、結局何々せざるべからずというふうにもうこれはかなで書いてしまうことが多いですね。でこれは何々せざるべからずっていうのは何々しないわけにはいかないと、まあ、要するに何々しないということはできないというね。でこれもまあ、今の考え方でいけば、要するにその、このプー何々何々しないということはプークーであると、いうことなんですね。何々しないということはできないと、何々せざるを得ないという、まあ、そういう言い方に、まあ、なるでしょうね。それからまあ同じようなもんですけど、プードゥープーもまあ同じですわね。何々せざるを、何々せざるを、これはまあ「えず」というふうにまあ読むでしょうね。何々しないわけにはいかない、これもやっぱり同じような、何々せざるを得ず、何々しないわけにはいかないというね。でそれからもう一つ、これは実はまあ今週の宿題とも関係あることなんですが、そのいわゆる私益っていうのと、受け身っていうのね、案外こういうのはねよく使うんでしょうね。なんか英語とかでもなんか受け身系とかで習うよね、あれはね。なんかそういうの必ずどこの言葉でも出てくるんでしょうね。でこの私益の場合はこれはまあ誰々に何とかさせるっていう、まあ、そういう言い方ですよね。まあ、英語だったらね、なんかメイクなんとかとかいうようなやつですわね。でそれは、まあ、中国語では、まあ、もちろんこれは死とかね、凛とかね、チアオとか、まあ、あるいはその遅延なんていう字。支援はまあちょっとね、なんかこうもともとこれ自体がまあ私益っていうよりは、まあどっかへ行かせてなんかさせるっていうような意味がね、あのパイ遅延の遅延ですからね、あの派遣するの件ですから、どっかへ行かせてなんかさせるっていう意味がちょっと加わるとは思いますけど、こう遅延という字が出てきて、その後になんか動詞が来ると
どっか行かせて何かさせるっていう、そういう意味であることが多いと思います。だからまあ一応これも私益ということ でこういう字がまあその私益なんですけど、これがあのまあ一種の決まり文句があって、ここがまあ人が来るわけだね。で、何々をして、ここが大体まあ多分 1,2 とこう返ってくるんだと思うんですけど、何々をして何々せ、これがしむというふうにね読むんですね。つまり何々をして、何々せしむというのが、この漢文の、まあ、私益の形の読み方ということになります。何々をして何々せしむっていうね。こうあれですよね、これね、シツルウェンチン、これシロが人の名前ですからね、あのシロをしてだよね。でウェンチンはまあ真を問うですから、こうなるんですね。真を問はしむと、しろをしてしんをとわしむっていうのがね、これまあその話になるわけですね。しろをしてしんをとわしむと。あ、でこの訓読にする、書き下し文にするときに、このしとかりんとかっていうのは日本語にしちゃうときにはですね、全部これはかなにしちゃっていいんだね、というまあそういうことなんですね。昔日本人がこの江戸時代の人たちが漢文の文章を書く練習をするときにね、あれは解文って言ったと思うんですけど、書き下し文で書いてあるものをもう一回正しいその漢字の文章にこう直すという練習をしたらしいんだね。で、まあ、そういう時にはですね、ただこの縁をと、あ、真を問わしむなんて、この「しむ」っていうのはもうかなに書いてしまうことが多いので、だから本当はこの「し」であるのかね、「りん」であるのか、まあ、そういうのは分からなくなってしまうという、まあ、そういうことはありますけど。まあ大体これは「とわしむ」というね、仮名で、書くというのが普通ですね、ここの場合はね。だからまあそういう元へ戻そうっていう時にはこういう部分は分かんなくなっちゃうんだよね。この間もやったような「置き字」なんていうのがあったけどね、あれは、もう初めから仮名になってしまうから、そこに元に字があったのかなかったのか、まあ、それはちょっとわからないということになってしまいます。まあ、基本的には、その中国語の文章を、まあ、いかに読むかということでやってるからね、日本語として読みやすくしてしまうんだという、まあ、そういうことだと思うんですけど、これ戻そうと思うとね、一回仮名にしてしまうとなかなか正しくは戻らないっていう、まあ、そういうことはあると思います。まずこれが私益です。とにかく何々をして何々せしむという、まあこれだけです。はい、それから、受け身形はいくつか形があるわけですね。受け身形はですね、大体この「自演」とか「ペイ」という字を、まあ、使いますね。それで、これは、ここにまあなんか動詞みたいなものが来て、ひっくり返って「何々せらる」と「何々せらる」ということを言いますね。例えば簡単ですけど、こんな「自演意」なんていう二字があったとしたら、これは「疑わる」と、
これを、まあ、これをだからもうこれルと読んでしまうので、歌がはるというふうに、書き下しをすればこれでできるということであります。歌がはる、ここで台湾でクオユっていう、あ、クオユっていうかクオウェンか、クオウェンという授業があるでしょう。日本でいう国語っていうかね、まあ要するに中国語の授業だけどね。でその時にさ、文法って習う？あまり習わない、もうどんどん読んでどんどん書くみたいな感じですかね。なんか日本語はまあややこしい、活用とかなんかあってね、いろいろややこしいせいもあるけど、一応その国語の時間に文法ってやるんだよね。でそうすると例えば、ルーラルなんていうような助動詞っていうのが可能であるとか、尊敬の意味を表すとかね、受け身も表すとかっていうようなことを一応はまあ形としては習うけどね、中国語ではあれなのかね。じゃあ皆さんはこう例えばこんな「ジエンイー」なんていう言葉は普通に使ってると思うけど、これは受け身系だなんていうようなことを考えて、言ってないということですかね。面白いですね、やっぱりそこのところがね。昔なんか日本で、あれは何でしょうね、どういう人がそういうことを言ったのかっていうのはあれなんだけど、中国語には文法がないって言った人がいるんだね。それで、いやそんなことはないと思うんだけど、ちゃんとあると思うんだけど、ある意味では中国語っていうのはこうなんていうのかな、英語やなんかの文法と違ってこう形でもって文法が決まるものじゃないよね。例えばこれなんかだったらもう「ジエン」っていう字の使い方とか「ペイ」っていう字の使い方の問題であって、こう一文字一文字が文法だっていうか、まあ、そういうところはあるかもしれないですね、案外ね。だからまあもちろんそれは主語があって、述語があってみたいなことは当然あるんだけど、多分その中国語には文法がないって言って嘆いた人は、そういうことを多分言ったのかもしれないね、ひょっとするとね。まあ、これは分かりません。それで例えば日本でつまり漢文の時にあとこの受け身だと言われるのがですね、この言い方なんだね。ウェイなんとかスウォーっていうやつなんです。まあこうつけときますか。これは何々の、これここに人とか来るわけね。何々の、何々するところ、これはところと読むんです。ところとなると、何々の何々するところとなる、ここがまあ動詞ですね。で結局これは意味は誰々に何々されるという、まあそういう意味になるんだということなんですね。まあとにかくこの形、出てきたら誰々何々の何々するところとなる、誰々に何々されるという、まあそういう、これは受け身にあたる形ということですね。皆さんがこう文章を書くときにこう上なんとかすおなんていうようなことを書くことある？としたらだからそれが受け身だっていうわけですね。つまりその、分析すればね。多分自然にやっちゃってんだねこれはね。私なんかもその日本語の文法とかいうのを本当に聞かれても分かんないことありますからね。まあ、なかなか難しいですね。はい、まあ一応漢文はとにかく何ていうか、外国人が、外国人である日本人がこう要するに中国語を、説明するのに、読むためにこう説明してるから、だから逆にこういうやれ受け身だとか詩意だとかっていうのをよく言うんですよね。だからそうじゃないと外国人には分かんないからね。だからまあひょっとすると
皆さんにも参考になるかもしれないっていう、まあ、そういうところはあるかもしれませんね。もし、必ずしもこう学校で文法みたいなやつを文法としてやってないとしたらね、こう上に何々すをなんとかっていうのはね、まあ、そういうことだというわけです。それであと一番最後に疑問形というのがありますね。疑問と反語、反語っていうのは何て言うんですかね、疑問はまあただ何とかですかっていう、あるいは何ですかって聞く場合だけど、反語っていうのは、例えば何々こんなことがあるだろうか、いやないっていうような言い方をすることがあるよね。まあ「ふ」なんていうの字を使った場合に、これは何っていうふうに単純に、こう質問する、聞いている場合もありますよね。これはまあ疑問っていうやつになるんだけど、何ぞ何とかって言って、どうしてそんなバカなことがあるんだっていう時のその何ぞっていうような言い方は、これはいわゆる反語であって、そこの後に出てくることを、それこそさっきの言い方をすればかけるマイナスなんですね。どうしてこんなことがあろうか、いやないという言い方なので、これをまあ反語と言います。でこれしばしばっていうか、ほとんどの場合この疑問と反語っていうのは使ってる漢字が同じなんだね。例えばこの「風」です。なんぞっていうようなね、なんぞっていうような言い方ですけど、これは実はその疑問の場合も反語の場合もこれはなんぞなんだよね。でだけどこれやっぱり使い分けないと、これやっぱりほら、やっぱり漢文訓読っていうのはちゃんとした翻訳なので、この言葉は、ここで疑問なんだろうか、それとも反語なんだろうかっていうので意味が全然変わってきちゃうわけじゃないですか、この文脈の中でね。でそこでちょっとした技術というか、ちょっとした違いをつけるんですね。でつまりその「なんぞ」と最初読むんですけど、その一番最後に何とかざるというように、こうこれはちょっとあれなんですけど、動詞のこう連体形ね、ちょっとこうややこしい話になりますが、動詞なり形容詞なりの連体形で終わるという場合、何ぞ何々せざるなんていうようにね、るっていうふうに連体形で終わる。場合にはこれは疑問なんですね。でそれに対して、まあ、反語の場合には、まあ、同じように「なんぞ」って言って始まるんだけど「何々せん」あるいは「何々せんや」という、この最後が「ん」で終わる。ね「なんぞ何々せん」あるいは何ぞ何々せんやという、その形で終わると、これは反語だということなんですね。だからまあ例えばちょっと、まあこれはもういろいろ考えられるんですけど、まあもう文脈も問題もあるけどね、「ふ」「ちゅ」「ち」なんていうような言い方が出てきて、まあこれは多分「何ぞこれを去る」と。まあ、多分こう読むんでしょうね。なんぞこれを去ると、去るは連体形ってやつです。でこの場合にはどうしてそれをまあ去ったのか、まあこの地位はいろいろな意味が考えられますけど、こう捨てるというような意味でもね使えると思いますし、どうしてそれをやめたのかという、これは単純にその理由を聞いている、なぜそれをやめたのかっていう、まあ、これは要するに疑問の言い方っていうことになりますね。でところが例えば「ふうえいぴー」
なんぞ彼を、これは恐れるですね、恐れんやとこう、あるいはなんぞ彼を恐れんと言えば、こっちはどうして、あんなやつを怖がったりするだろうかという、あんなやつを恐れたりするだろうか、いや恐れないというね、そういう意味ということになります。だから反語っていうのは、このなんぞは要するにさっきの言ういわゆるマイナスなんだね。どうして彼を恐れようか、恐れないと、つまりプーウェイピーの意味になるわけですよね、これはね。そういう反対になる、意味が反対になるというのが、まあ、反語ということになります。で、こういうのが、いろいろあってですね、例えば安なんていう字も、両方使うんだね。いずくんぞ、あ、これも、この字はですね、いずくんぞって読むんだな。いずくんぞ、あ、いずくんまでだ、ごめんなさい。いずくんぞとか、あるいは、いずくにか、あんっていうのが、まあ何でしょうね。いずくんぞっていうのは、まあどうしてっていう意味になりますし、いずくにかっていうと、どこっていうね、英語のフェアの意味になるわけですね。どうしてっていう言い方と、それからまあどこ、いずくにか、それでこれも最後が、連帯形であれば、これは、疑問。疑問、そして、んやとなれば、反語と、いずくんぞ何々せんやといえば反語というね、ことになります。この有名な本ハオ、まあこれ材がついちゃうからね、あれだけどね。この有名なね、このエンチエ、アンチホンハオチー材というこの言葉はどう訓読しますかね。これを書き下しにしてください。これ意味考えないといけないからね。炎弱、炎知恵、暗知本好知財。好だよね、これね。風、風か。本風か。本風だね。あ、ごめんなさい。恥ずかしい。暗知本風知財というね、そのやつです。これ。これはだから、この今のあれでいくと、疑問でしょうか反語でしょうかっていう、まあそこをだから考えないといけないわけだな。ね、これは炎尺が、つまりその炎尺っていうのはこう小さな鳥ですよね。でこの広告の方は、大きな鳥ね。でその小さなつまらない鳥がどうしてその大鳥の志を知って分かるだろうかと、分からないと言いたいわけだよね。彼らには大きな鳥の志は分からないと言いたいわけです。だからここは反語に読んでやる必要があるわけだね。でそうするとここは炎尺、いずくんぞ、なんか僕はんぞって振るような気がしてるんだけどね、なんかね、まあ、そういう場合も多分あると思います。んぞとね、いずくんぞ、広告の志を、知らん。でこの在がもうすでにやというふうに読むようになってるからね、これはね。炎尺、いずくんぞ広告の志を知らんやと、こう読むようになる。そうするとこれは反語なので、あんっていうのはね、これはまあ要するにさっき言ったマイナス、反語だとマイナスの意味になりますからね。
炎弱は広告の志を知らないというね、プーチ、本風チーというのと、まあ、同じような意味になるわけですね。ということで、ありがとうございます。じゃあこれもね、なんかこういう言葉って、だからなんかみんな覚えてるわけです。この日本人というか我々もね。でこうなんとなくその口調がいいわけでしょ。でこう炎弱いずくんぞ広告の志を知らんやという言い方ね。でちょっと一応読みましょうかね。じゃあ炎弱いずくんぞ、はい、広告の志を知らんや、ね、ってこうあってさ、だからなんか、なんでしょうね、あまり嫌なことがあったりすると、こう炎弱いずくんぞ広告の志を知らんやってこう自分でつぶやくわけです。でそうするとなんか気持ちが落ち着くというね。でこれはやっぱりこういう漢文のこう効能なんですね、こういうのがね。ツバメやスズメがどうして大鳥の気持ちが分かるだろうかなんて言ってもなんかあまり気持ちが良くならないんですけど、やっぱりその炎弱いずくんぞ広告の志を知らんやとこう言うとね、ふんっていうこう元気が出るわけですね。まあそういうことであります。まあもちろん炎中暗中本風地在とこう覚えてればいいので、それでいいと思います。あとは最後にですね、最後に本当に一つだけ、このいわゆる今の風とか暗とかね、まあ、こういうように、疑問と反語に両方使っちゃう言葉はありますけど、もう純粋に、反語として使う言葉っていうのがこれですね、この「ち」っていうやつね。でこれはこれが出てきたらもう大体この後に来るものはいわゆる反語でもってそうじゃないということになります。でこれは日本語として、日本語っていうかその漢文訓読の読み方としてはこれは「兄」っていうんだね。で、これはいけない、ひっくり返らないんだ。兄何々ならんやと。でこれ大体反語ですからね、最後は兄何々ならんやというね、んやで結ぶようになるということです。これはもう純然たる反語なんだね。ちなんとかってきたら兄何々ならんや、どうしてこんなことがあろうかないという、まあそういう意味、打ち消しの意味になります。で従って時々出てくるのがこのチープーだよね。チーの後にこのプーがついてるね。これチープー、兄何々、ならずやというような言い方ね。兄何々ならずやというふうに、いう言い方ですけど、これはさっきのやっぱりあれでいけば。この「ち」がマイナスで「プー」がマイナスなので、結局こう「ち」「プー」っていうのはどうして何々でないことがあろうかだからね、直訳するとね、どうして何々でないことがあろうかっていうことで、ないことがないんだからあるということで、要するにマイナスマイナスだから、ここがないのと同じ意味になるわけですね。「ち」「プー」っていうのがあったらね、なんとかであると。いうのと同じ形ということになると思います。まあ他にもいろいろ、まあ本当はこの句型というのはやらなきゃいけないことがあることはあるんですけれど、まあ一応まあ今今日打ち消しの言い方、それから詩役と受け身、それからまあ疑問と反語というね、まあごくごく何て言うんでしょうね、まあ基本的なというかそういうことで出てくるやつをいくつか紹介しときました。でいずれもこう要するにこう読み方があるんだね。こう「あん」っていうのが出たら「いずくんぞ」とか「いずくにか」と読むとか「ち」が出たら「あに」というふうに「あに何々ならんや」っていうふうに読むとかね、まあ、この辺は漢文訓読のちょっと特有の読み方だと思いますので、まあ、これはちょっと覚えておかないといけないという、まあ、そういうことだとは思います。
で、一応ごく簡単にというか、本当に今までこれでもう何回もかかってしまいましたけど、もうこれで漢文訓読の説明は授業ではやりませんので、あとは皆さん自分で勉強してくださいということです。で、ただ、今日も今、林さんにお渡ししましたけど、練習問題、それはまた宿題で、やりましたので、また来週、少し答え合わせをして、試益の問題ですけどね。だからそういう、とにかくこれ訓練だからね、漢文訓読ってね。練習問題はまだ少し最初から皆さんに毎週お出しするということで、ちょっとこうご法も少しはやるということにしたいと思います。それで、来週はちょっと、文学っていう問題とは直接関わるわけではないんですけど、やっぱりその今日ちょっと、漢学と国学と蘭学のお話もしましたけど、江戸時代のね、人にとって、こう漢学とかこういうものを勉強って一体どういうふうにしてたんだろうというようなことを、ちょっと、背景としてお話をしたいと思うんです。で、それで、その江戸時代の人が、漢文が簡単に分かる早分かりというようなね、そのテキストが実は出てたんですね。で、それをちょっと見てみようという。で、ただし、今我々が読もうとすると、その仮名が読めないという大変な事態になるんですけど、とにかくやってみようということで、ちょっとそのだからプリントアウトするのは忘れないでくださいね。「経典よし」というね、「チンピエン有志」という。新典有志というこうシリーズがあって、そのテキストを読んでみよう。大学です、ダーシュへね、それを読んでみようと思ってますので、ちょっと見てみてください。はい、それじゃあ一応今日はこれで終わりにしたいと思います。いや、どうも皆さんありがとうございました。終わりです。はい。